この番組は地上波で放送した内容をポッドキャスト用に再編集して制作しています。そのため番組内で流れたリクエスト曲は著作権の関係で削除していますのでご了承ください。それでは番組をお楽しみください。小雪の小雪にリスキリングポッドキャスト。皆さんこんにちは、山川小雪です。暑いですねを挨拶にしたくないのに、度を超えた暑さでどこにいてもそんな挨拶ばかり聞こえてきます。過去2000年で最も酷暑となった今年は、室内でも車の中でも熱中症に気をつけなくてはいけないですね。いつものようにロッテリア那覇安岡店で今日話す内容を考えていました。ロッテリア那覇安岡店は新都心のすぐそばなのに、木々に囲まれた店舗なので、駐車場に車を止めても木陰が多いこともあって、帰る時に直射日光でハンドルが焼けないのが嬉しいです。今日は7月18日より新発売のロコモコ絶品チーズバーガーのセットを頼みました。ドライブスルーならアイスティーいいって決めてるんですけども、店内で食べるので飲み物ではなくかき氷シェイクにして、サイドメニューはポテトにしました。これだけで夏な今を満喫できる気分になれるのがプライスレスです。他にもここロッテリア那覇安岡店には夏らしい新商品のメニューがいくつも出たので、時間があればぜひいらしてください。駐車場も木陰がいっぱいあって快適ですよ。さて、沖縄に限らず日本の地方はモータリゼーションが生活環境に強く関わっています。しかもビジネス環境だとそのことを考慮しないことは不可能です。そこから興味が湧いてきて、自動車産業のリスキリング状況を調べてみました。今日はその話題でリスキリングを語ってみようかなと思っています。それでは番組スタートです。この番組はリスキリング学び直しをテーマに、週末にちょこっと学ぶ情報番組です。リスキリング、自動車産業のリスキリングを調べていて予想と違ったことがあります。環境を意識したリスキリングの GX グリーントランスフォーメーションが中心になるのかと思ったら、急がれているのは DX デジタルトランスフォーメーションの方だったのです。メカニックを IT のエンジニアにするリスキリングを大手メーカーが進めているのです。ホンダは2倍の1万人に、トヨタは9000人を再教育、その他日産をはじめ各社が内容の違いはあれど、ソフト人材の獲得に向けてすでに動いていたのです。新卒の理数系のデジタル人材採用枠を広げたわけではありません。リスキリングでした。もちろんゼネラルモータースが以前から進めている報酬体系をGAFAなどの IT 大手と同じ給与体系にして、中途採用を大量に狙っている会社もあります。しかし日本の自動車産業はリスキリングも重視した社内間の労働移動、つまり自社人材の採用を増やしていたのです。デンソーも部品技術者1000人を来年の25年までに転身させることをすでに実行しています。中央市のトップニュースで数回その話題が上がっているのを見逃してしまいました。その主因ですが、電動化や自動運転の普及でハードよりもソフトが競争力を左右していることです。この関連でアメリカの最大手の電気自動車のある会社はプレスリリース記事ですが、1台あたりの純利益がこれまでの自動車の5倍になったと広報しています。沖縄でもその会社の自動車もたまに見かけるので、今後はそういうタイプの自動車が増えてくる可能性を素人の私でも強く感じます。その内容の自動車とは SDV ソフトウェアディファインドビークル、日本語だとソフトウェア定義自動車と言います。
ハード部分を重視した EV 自動車とは違ったソフトウェア制御の自動車です。リスキリングの内容がトヨタだとプログラミング言語の習得といった根本からやっている理由がそこにあります。もちろん自動車産業のリスキリングは DX デジタルトランスフォーメーションだけではありません。 GX グリーントランスフォーメーションもかなりやられています。このことはまた別の機会に紹介したいと思います。皆さん、新聞読んでます？今日は7月13日、琉球新報の19面、市町村欄にあったこんな記事を拾ってみました。母子健康手帳アプリ開始。元部長、腸に特化した情報やサービスを提供。ということで、元部長が母子健康手帳アプリをデジタルで提供しているという記事でした。もちろん皆さんのイメージだと母子手帳って紙じゃないですかね。私もそうなんですけども、紙でできていた母子手帳をデジタル化してアプリで提供しているということなんです。子育て相談の事前予約ですとか、予防接種の予診票ですとか、そういったアプリからできるというサービスも今後大事になってくると思うんですが、一番画期的だなと思ったのが、家族間でこの子供に関する情報を共有できるという点がデジタルならではだなと思いました。元部長は現在通信アプリ LINE を使った子育てで情報の発信や、なんとチャット機能で子育てや妊娠期の相談も受け付けているそうです。記者会見で対応した平町長は、子育ての負担感をできるだけ軽減しながら産み育てやすい環境を形成したい、どこの地域よりも充実した日本一の子育て環境を作りたいとコメントを添えていました。リスキリングありきの DX デジタルトランスフォーメーションの話題でしたが、リスキリングには2つの側面があって、変革というくらいの DX デジタルトランスフォーメーションということは、やはり取りこぼしがないようにセーフティーネットが一番重要になると思います。その張らなければならないのが子供を授かった女性だと私は思います。新聞紙の片隅にあった小さな記事でしたが、時代の変革を感じる大きな話題でした。今日は自動車産業のリスキリングを紹介してみました。表面的な内容でしたが、私にとってとても衝撃的な内容で、知らないことばっかりでした。リスキリングを対外向けの企業姿勢ではなく、リスキリングが成功しないと企業間競争に取り残されてしまう組織改革の根幹だったんですね。だから気づきにくかったわけです。ところで、番組がスタートして4ヶ月が経ちました。そのお祝いで、某自動車会社最大手の沖縄本社の社長夫人と先日2人で食事会をしてきました。彼女は私の後輩ですが、芸能人のように美人さんで、華やかで頭が切れるクレバーな人です。その時にいろんな話を聞きました。やっぱり話してもすごく楽しい人なんですよね。今日のテーマトークを話していると、その時の話題を入れたくて仕方なかったです。リスナーの皆さんが間違いなく興味を持つ内容もいっぱいでした。それよりも実在する菜食兼備を私は味わっていました。また女子会しましょうね。それではお知らせです。番組内で使用している BGM はすべて著作権フリーの音源を使用しています。番組では、番組で紹介してほしいご自身がやられたリスキリングなどをメールで募集しています。メールアドレスは、英語で雪という意味の snow snow@rokinawa.co.jp です。お相手は山川小雪でした。ではまた来週この時間にお
お耳にかかりましょう。